キャプテンも務めるなど、選手としても一人の人間としても大きな成長を遂げ、2012年にセレッソ大阪に復帰。今キックオフを迎えました。2位の名古屋、そして13位の徳島の一戦となります。変化を加えてというよりは完全にこう狙うような形でしょうね。はい、スッと浮かせて中谷が抜けてきた。逆に今のは、まあ、小鳥に使ってそうです、ね、自分が蹴ると思わせて激しい接触、木本のプレーアドバンテージを見ます。鈴木徳馬が運んで左サイド杉森、ゴール前には宮代が入ってきた。杉森狙ってきた。少し軌道が変わったボールでしたが、ボールを持つようになりましたね。そうですね、セカンドボールの回収を、まあ、名古屋の方ができてますから。さあマテウス、ボールを引っ掛けて前に出る、シュートを狙ってきた。この位置からでも狙ってくるのがマテウスです。元の時計では間もなく目安の2分を迎えます。カカが弾き返したところで今村主審の笛が吹かれました。前半では得点が動きませんでした。名古屋ボールで後半がスタートしました。右から左、早くもプレッシャーをかけていきます。青のユニフォームが徳島です。一方の徳島、こちらもね、15試合中9試合で先制点を挙げていると、はい、おっと宮代が抜けた。さあ入れ替えるか、シュートを狙ってきた。わずかに左、一瞬の隙をついて宮代、タイミングで足振り切りましたけどもね、ここのカーストタイミングもうまかったですね。少し右にずらしてそのワンステップで、あ、右足を振りましたけども、はい、さあどこでスイッチを入れるか。右の裏のスペース、岸本走り出した、追いつきそうだ。シンプルにクロス、ランゲラックパンチング、岩尾のシュート、ランゲラックの正面、ここもドゥシャンが前に出ます。あ、かなり際どいタイミングでのスライディング、ね、あ、迷わずイエローカード。吉田も連動、また下を通しましたが、その流れたボール稲垣が拾って、斉藤から柿谷、さあ足元を触った、柿谷ドリブル仕掛けるシュート、わずかに右。いやー決定的でしたね、ましたし、はい、ここ一発でワントラップで抜ける、まあ、もう一個持ち出したところで少し角度なくなりましたけども、まあ、非常にこう狙いのある流れのような攻撃でしたね、まあ、前半より、ね、さらにこう内側を取っているような印象がありますけどね。さあ中央で受けて宮代、ドリブルで仕掛けていく、ヒールで落として小西が受けてシュート、わずかに上、得意のミドルシュート出ました。小西枠は捉えられず、宮代を運んで、まあえてディフェンスラインを下げさすことに成功して、そこにできたスペースにね、裏に抜けていく吉田の低いクロス、山崎を収めてシュート、これはサイドネット。あ、そしてラストタッチ徳島に見まして、コーナーの判定です。今目安の6分、手元の時計では過ぎました。そして今笛が吹かれました。90分で決着つかず、得点は動きませんでしたが、まさに死闘でした。